こんにちは。静岡県在住で20歳の永山大地と申します。僕は最近お菓子作りハマってます。クッキーやマドレーヌなどショールーム配信で作ってますので、ぜひ遊びに来てみてください。そして今回皆様のたくさんの応援のおかげで別荘70に進出することができました。ありがとうございます。去年は別荘1000で敗れてしまってとても悔しい思いをしたのですが、今回別荘70ということで皆様のおかげでこんなにも素晴らしい景色を見ることができてます。ありがとうございます。ですが僕が目指しているのはファイナリストグランプリを取ることなので、これからももっともっと頑張っていきますので応援よろしくお願いします。まずは次のベスト35決定戦、絶対に勝ち上がりたいです。皆様これからも応援よろしくお願いします。皆さんどうもこんにちは、橋本玲二です。皆様のおかげでベスト70に進出することができました。本当にたくさんの応援ありがとうございました。次はいよいよ東京でお披露目会です。僕はまだ一度も東京に行ったことがないので、とても東京に行きたいという気持ちがすごく強いです。東京に行ったら自分の持ち前のブレイクダンスを披露して皆様にかっこいい姿を見せます。必ず東京に行って皆様にかっこいい姿を見せますので、引き続き応援のほどよろしくお願いします。愛知県出身の畠山直人です。よろしくお願いします。ベスト70決まりました。ありがとうございます。本当にリスナーさんがたくさん応援してくれてね、もう時間がない中ね、そう自分の時間を削ってまで応援してくれたんですよね。そうとてもね大変だったと思います。だけどその応援を楽しいって思えるような配信やチアーズを投稿していけたら、配信できていけたら本当にいいなって、それを目標に僕は頑張っていきたいと思います。そして僕は自分らしく明るく楽しく元気よくジュノンボーイコンテストを挑戦していけたらなと思います。まだまだ未熟者ですがよろしくお願いします。グランプリ取ってきます。こんにちは、奈良県出身19歳東中健です。よろしくお願いします。現在、ベスト70に選んでいただきました。ここまで来れたのは皆様の応援のおかげです。本当にありがとうございました。自分のチャームポイントはこの低い声と横顔がチャームポイントだと思っております。もしファイナルの舞台に進むことができましたら、特技であるバスケットボールを披露したいなと思っております。これからも頑張りますので応援よろしくお願いいたします。ありがとうございました。福島県出身の17歳平田瑠衣です。僕は、皆さんのおかげでベスト70に進出することができました。ベスト70進出が決定した時、僕は嬉しすぎて、右側の眉毛を全剃りしてしまいました。真顔で言うことでもないと思うんですけど、で本当に、応援してくださった方々本当にありがとうございます。応援してくださった方々の期待を裏切らないように、これからも自分自身を磨き、料理の方も腕を上げて前へ進みたいと思っています。これからも応援よろしくお願いします。こんにちは、藤村ゆきとです。ベスト70に選んでいただきありがとうございます。神奈川県出身16歳の高校2年生です。まさか選ばれるとは全く思っていなかったので、正直とても驚いていますが嬉しいです。僕の一番の応援者のおばあちゃんや家族や親戚たちも驚いていましたが、本当に心から喜んでくれていました。僕に何ができるかわからないけど、将来人に勇気を与えたり元気を与えたりできるような人になりたいです。応援よろしくお願いします。こんにちは、前川佐久です。身長は178センチ、年齢は14歳の中学3年生です。ファイナリストを目指して頑張りたいと思います。
ベスト70に残った感想は落ちると思ってたんで、すごい嬉しいです。応援してくれてる方々には日頃から感謝してます。これからも応援よろしくお願いします。第33回ジュノンボーイコンテストに参加中の松尾大志です。まずはベスト70決定戦、応援してくれた方々本当にありがとうございました。ベスト70に選ばれ、ジュノンボーイというものがより現実的になり、自分の中で責任や自覚というものが生まれてきているように思います。最近はショールームでピアノを披露したり、このようにケーキ作り配信などをしています。ジュノンスーパーボーイというからには、外見だけではなく内面やスキルももっと自分のものにして磨いていけたらと思っています。これからもどうぞ応援よろしくお願いいたします。第33回ジュノンボーイコンテストベスト35挑戦中の松坂祐之介です。中2、13歳です。正直ここまで来れると思っていませんでした。応援してくださった方本当にありがとうございました。皆さんのおかげです。本気で頂点を目指していきたいと思います。ベスト70に挑戦している時にチアーズやショールームとっても楽しかったです。これからも積極的に取り組んでいきますので、ありのままの僕を見てください。よろしくお願いします。ジュノンスーパーボーイコンテストに参加中の松崎俊平です。僕は今年初めてこのコンテストに参加させていただきました。初めはベスト70には入れるとは思っていなかったんですけど、合格したことを聞いてとてもびっくりしています。なのでここまで僕を応援してくださった皆様、どうもありがとうございます。ショールームを見に来るために予定を変更してくださったり、チアーズを毎日押してくださったり、他の雑誌の方やプラチナジュノンの方もたくさん応援ありがとうございます。これからはベスト10を目指して頑張るので、皆さん応援よろしくお願いします。水村名古屋、15歳、高校1年生です。横浜に住んでいます。趣味は映画を見ることとお笑いを見ることです。今回応援してくださった皆さんのおかげでベスト70に進むことができました。ありがとうございます。まだ自分でも信じきれていないところがあるのですが、応援してくださる皆さんのためにも高みを目指して頑張りたいと思います。絶対に仮面ライダーになるぞ。変身。森田陸です。13歳、中学2年生、大阪府出身です。特技はダンスです。ブレイクダンス、ロックダンス、ヒップホップの3つのジャンルをしています。僕には夢があります。たくさんの方に勇気や希望、夢を与えられる存在になることです。僕には夢があります。皆さんをファイナルのステージに連れていくことです。僕には夢があります。グランプリを取って仮面ライダーになることです。いつも応援ありがとうございます。必ずグランプリを取ります。皆さんと一緒につかみ取りたいです。応援よろしくお願いします。こんにちは、大阪府出身の森本源太郎、20歳です。ベスト70の連絡をいただいて、嬉しくてテンションめっちゃ上がって、そのままの勢いでベスト35にも選ばれるように頑張ります。でも今俺ここにおるのは、ルームの方たちのアドバイスがあってくれたおかげです。引き続き頑張ります。お願いします。柳谷三助、23歳です。ジュノンボーイコンテスト最初で最後の挑戦です。僕の強みとしましては、レスリング日本一、甲子園ベスト8、この2本立てでやらさせてもらっています。ただいまベスト70、ここまでたくさんのご声援本当にありがとうございます。そして
ここからがもっともっと熾烈になってくると思います。残り3つでファイナルです。足元を救われぬよう一つ一つしっかりと臨んでいきたいと思います。これまでと変わらぬ5000円、これまで以上の5000円を皆さんからいただけるよう精進していきます。今後ともよろしくお願いします。そしてやっぱり最後は熱男で締めさせていただきたいと思います。控えめにいきます。熱男ファイティング。はい、大阪府出身18歳山下幸輝です。ベスト70いきました。本当にここまでいけると思ってなくてすごいホッとしてます。はい、ですごい応援してくださる方がたくさんいてすごいパワーもらえましたし、今ベスト70で次35、20、10となっていくんですけど、全て全力を出して頑張っていくのでぜひ応援よろしくお願いいたします。山野井壮太18歳、大阪府出身。僕の目標は歌、演技、モデルをマルチにできる芸能人になることです。皆さんのおかげでベスト70に残ることができました。皆さんの応援の期待を裏切らないよう一生懸命頑張りたいと思います。皆さん応援よろしくお願いします。第33回ジュノンスーパーボーイコンテストに参加中の山本誠です。年齢は19歳で今年7月26日で20歳になります。血液型は A 型で福岡県出身です。今は文化服装学院という学校に通いながらファッションを学んでいます。今回ベスト70に残れたということで本当に家族、友達、周りの人に支えられてて、何よりもファンの方々に支えられました。でもまだまだベスト70であってファイナリストまでは程遠いです。ですがこれで満足せずにもっともっと上へ目指していきたいと思っています。そのためには皆さんの力がもっともっと必要なので、ぜひ最後まで応援してくれるととても嬉しいです。最近はイメチェンをして髪の毛をバッサリ切りました。こんな新しい僕ですが、ぜひもっともっと頑張るので努力を惜しまずに最後まで突き進みます。皆さん応援よろしくお願いします。こんにちは、横浜翔輝です。18歳の大学1回生です。今は大学に通いながら、大学野球をして将来の夢である俳優になるために、今年はジュノンボーイに挑戦させてもらっています。今ベスト70プラス5に残れたことでどん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 夢への道が開けてきました。ここで、満足するのではなく、これからファイナリストにどんどん残っていけるようにショールームの配信やチアーズもどんどん投稿していきたいと思います。皆さんの応援で自分をどんどん上まで上げていってください。これからも応援よろしくお願いします。こんにちは、横山寛成です。北海道出身、中学2年生13歳です。この度はベスト70に選んでいただきありがとうございます。皆様の応援がとても心強いです。ありがとうございます。僕の将来の夢は芸能界の大谷翔平になることです。この夢を叶えられるように皆様の応援をどうぞよろしくお願いします。グランプリを目指して頑張ります。こんにちは、渡辺優生です。21歳大学3年生、千葉県に住んでいます。先日行われたベスト70決定戦、皆さんからの投票や応援、本当にありがとうございました。審査期間は長いものでしたが、皆様の応援のおかげで乗り切ることができました。本当にありがとうございます。今後もファイナルに向けて、皆様を楽しませられるように、ショールームやチアーズの投稿、頑張ってまいりたいと思います。皆様も続けて、応援よろしくお願いします。皆さんこんにちは、兵庫県出身、大学3年生20歳の岸本俊樹です。僕はこのジュノンスーパーボーイコンテストでグランプリを取り、皆さんの心に残るような俳優モデルになることが夢です。なので皆さん応援よろしくお願いします。最後に応援してくださる皆さんのこと
保存。バイバイ、ありがとうございました。成田龍之介です。青森県出身の19歳です。趣味は調理師免許を持っているので料理とカメラで写真を撮ることです。青森県から頭脳ボーイ目指して頑張ってるので応援の方よろしくお願いします。どうか成田龍之介をよろしくお願いいたします。福本氏は中学2年生13歳です。好きな食べ物はカレーライスで、嫌いな食べ物はゴーヤです。僕が優勝したらドラマやバラエティに出るマルチな人になりたいです。応援よろしくお願いします。金田慎太です。広島県出身、21歳、大学4年生です。自分は歌が好きでアカペラサークルに所属し、他大学の文化祭などでよく歌っています。自分は絶対グランプリを取って見ている方を幸せにできるような俳優になります。応援よろしくお願いします。はじめまして、大阪府出身23歳、池田文也です。僕は歌うことが大好きで、将来は僕の憧れである EXILE さんや3代目 JSOUL BROTHERS さんのように音楽でたくさんの人に幸せを届けられるようなアーティストになりたいなと思っております。このジュノンスーパーボーイコンテストを通して見ていただける方にたくさんのハッピーをお届けできたらなと思っておりますので、ぜひ皆さん応援のほどよろしくお願いします。